私が扇子を一振り仰いで見て思い出されるのは二つの物語であった。今、私の手の中でイチョウのように広がっている扇子は、長い間愛用しているような特別なものというのではない。どこにでもあるごくつまらない雑貨屋で、買い物のついでにさっくりと手に入れた安物である。絵柄にはありふれた2匹の金魚、涼しげな水色を白髪にさっと泳がせてある。私がこの扇子を購入した時には、何か思い当たるものがあったわけでもなく、自然手に取っただけなのだが、あれは迷惑に浮かぶゆすりかも、火種になりそうな蒸し暑い夏の日のことだった。私の汗がひとしずくこの扇子の上にぴちゃりと落ちた。それが一匹の金魚の尾びれをにじませたのだ。その様子をまるで本物の水の中を泳いでいるようだと、はじめ私は思った。途端に幼年時代の夏の祭りの光景が、鮮やかに庭に生えた雑草群を背景に呼び覚まされたのだった。私はまだ金魚というものをそれまで見たことがなかった。子供時分の私は、初めて見るその美しい赤い小魚にあっという間に目を奪われたものだ。傍らの母はすももの水飴を私の口の前に差し出した。けれど、すももの輪郭に光る水飴の中すらも、金魚たちは優雅に泳いで私を夢中にさせた。おいちゃん、一本ちょうだい。やがて白い浴衣を着た女が私の横にしゃがんで並んだ。その女はもなかを店の主人から一つ受け取ると、浴衣の袖を肩の方へ手繰り寄せた。ふとその女と幼い私の目があった。すると彼女は微笑して、こういうのはね、焦っちゃいかんのよ、と彼女は私に言った。私は何も言わず、彼女の真剣な眼差しが一匹の金魚に刺さっているのを真横から黙って見ていた。自分の鼻先の水飴からは甘酸っぱい匂いがずっとだった。彼女はそのもなかを水の中に差し入れて、狙った金魚の腹の下へ潜り込ませた。金魚たちは口をパクパクさせて、水面に跳ねた提灯の明かりを食べている。あっちゃー、まあこういう日もあるよね。結局その金魚には簡単に逃げられてしまって、その白い着物の女は恥ずかしそうな顔をした。私はなぜかその扇子に染みた汗の一つに対して、そのようなノスタルジックをしていたのである。これが先に言った
二つの物語のうちの一つだ。もう一つは、扇子の柄ではなく、扇子の風から思い出される物語なのだ。夏の終わりはまだ見えず、この扇子が活躍するのは当分の間続くだろうと私は確信していた。一振りすればたちまち汗は引いてしまい、清涼感がやってくる。ところが、その日はぽつりと汗が染み込んだせいか、扇子の風に何か嫌な匂いがついてしまったようだった。それが私の記憶にこびりつく何かの匂いだった。それがもう一つの物語を思い出してしまう引き金となったのだ。それはもう、私が親元を離れ、横浜で一人暮らしをしている頃、その頃の私は、物書きとして、同業者の集う催しの会などにも、声をかけられるようになっていた。先生と呼ばれることにも慣れ、書けば売れるという、実に楽な時代だった。出版業界全体の景気も良く、その会も横浜にある立派なビルディングで行われた。物書きの話には、他にはないオリジナリティが存在する。非常にしとやかな時間を過ごしたものだった。巧みな話術で会場を泳ぎ続ける回遊魚のような作家が多い中、私のような砂に身を隠すヒラメもそこらに隠れていたのを覚えている。とてもおいしいよ。これはレホールだろうか。最近では西洋わさびが流行っているらしい。きっとそうだ。ツンと鼻に抜ける香りがいいわね。わさび大根とも言うらしいね。私は、そうなんだ、と言った。こじゃれたソースのかかったキッシュは、私の舌には合わなかった。パーティーは、2時間ほど続いていた。赤ワインで頬を染めた男女が踊りながら泳ぎ続けるのを私は見ていた。すると私の鼻をある香ばしさがかすめた。私はそれに、今度は肉料理でもやってくるのかなと思った。しかし、事態は急変してしまう。おごそかな会には似つかわしくない、けたたましい轟音が、突如として会場に鳴り響いたのだ。会場は1秒もかからずしんと静まり返った。何かがおかしいと思った時には、すでに遅かった。ドドドという音とともに、天井がこちらへめがけて落ちてきた。真っ黒な煙と光色のフラッシュが、私たちの視界を一瞬にして奪い去る。寝耳を噛まれた猫のように、おのおのが走り出す。賢い者、特に冷静な者は、出口を目指して一斉に駆け出して、それが団子となった。そこにいた人間の腕や顔が、団子の中で境目をなくして、ぐちゃぐちゃにとろけてゆくのを、私は見た。焼けた、
大きな柱が目の前に落ちる。弾みで飛んできた火の粉は、火柱のように避けようもなく、遠慮なしに私の目をやっつけてしまった。出口の方では、一層膨らんだつみれに火がついたらしく、赤々とよく焼けていた。どうしてそうなってしまったのか、それは未だにわからないが、出口に集まった人間たちの上に、ちょうどそこに、大きな天井を支えていた木々が落下したのだ。奪われた視界に加え、耳を突き抜ける教官に、私は目を押さえるべきか、耳を塞ぐべきか、わからなくなってしまった。砂嵐の中で、人体が霞に切り裂かれてゆく。私はとっさに、生きることを諦めてしまった。面倒に感じたのかもしれない。しかしかえってそれが、救いになったのだ。私自身の臆病が、私自身の寿命を伸ばしたのだ。すみれをすりつぶした天井のおかげで、出口付近の火は鎮火されたらしい。私同様に、駆け出すことができず呆然としていた、臆病者のわだかまりが、顔を見合わせる。ぼんやりと漂う弱者の顔は、皆一様に残念だった。一人、二人と続いて、瓦礫と一緒に、その下のすり身を踏み越えて、私たちは会場から外へ出た。幸いなことに、私たちの避難した道に、火の手は回ってこなかった。私の方は、目がよく見えず、始終誰かに手を引かれて、外へ連れて行かれたらしかった。私は、未曾有の大火災から、生還したのである。しばらくは、目が見えない不自由な間もあったが、今では、何不自由なく、私は日々を過ごしている。ガラガラと、ガラス戸を開けて、妻が庭から部屋の中へ戻ってきた。同時に、身の焼けるような熱風が、私の肌を焦がす。私は思い出した。先ほど私が仰いだ、この扇子の風から漂ってきたのは、人が焼ける匂いだ。爽やかに、扇子の上で泳ぐ滲んだ金魚の尾びれも、私にはもう何もかもを焼き尽くしてしまう豪華にしか見えなかった。扇子の風。作、朗読は森高良でした。